仙台市及び近郊地図。当時は1校が第1中学校、2校が第2中学校、宮市が第1高等女学校、2課が第2高等女学校、3桜が第3高等女学校と称していた。なお、3校は高度経済成長期の創立のため存在していない。宮城県におけるナンバースクールとは県とである。 仙台市に立地し、公明に数字を冠し、明治時代に創立された、旧正中学校、高等女学校の伝統を継承し、入学難易度、進学実績が高い、以下の4つの県立高等学校の通称である。本記事では、基本としては、上記の4校について述べ、必要に応じて、同様に公明に数字を冠する宮城県仙台第三高等学校、 宮城県仙台三桜高等学校の2校にも言及する。戦後の学生改革により、それまでの旧正中学校及び高等女学校が新生高等学校へ転換された。その結果、仙台市内には旧正中学校から転換した男子校である宮城県仙台第一高等学校、宮城県仙台第二高等学校の2校、 高等女学校から転換した女子校である宮城県第一女子高等学校、宮城県第二女子高等学校、宮城県第三女子高等学校の3校が所在することになった。これに戦後の1963年に新設された男子校である宮城県仙台第三高等学校が加わった。括弧内は仙台県での通称以下同じ。 上記の6校の中でも、男子校の1校、2校、女子校の数目次女の4校は、明治時代からの長い伝統、それに裏打ちされた権威を持ち、戦前、戦後を通じて、入学難易度や、進学実績において高いレベルを維持していた。なお、1校と次女は近接しており、2校と数目も近接していた。2020年現在も、 4校のコーチは移動していない。さらに、いわゆる2学区制により、居住地によって受験できる高校が制限されていた時期には、北学区の男子トップクラスは2校、女子トップクラスはカズ南学区の男子トップクラスは1校、女子トップクラスは、次女を受験する以外の選択肢がない状況となり、4校がナンバースクールの地位を確立した。 その後、いわゆる二学区制は撤廃され、宮城県全体が一つの学区になり、宮城県内のどこに居住していても、死亡する、公立高校を受験できる制度に変わっているが、ナンバースクール4校が別格に扱われる状況は、2020年現在も、おおむね維持されている。ナンバースクール四校に、三校を加えた計五校を、宮城県の受験産業が、難関五校、 トップ5、トップ校などと扱う例もある。宮城県教育委員会による県立高校の一律教学科政策の下2007年度から2010年度にかけ、これらすべての学校は男女教学とされ、男子校であった3つの高校は校名を変更しなかったが、数名は宮城県宮城第一高等学校、3所は宮城県仙台三桜高等学校に改称。 次女は、中高一貫校である、宮城県仙台二課中学校、高等学校に改組されたが、いずれの校名にも、改消、改組前と共通の数字が残された。2018年度時点で、旧男子校参考における、女子生徒の比率は大きく増加したが、旧女子校参考における、男子生徒の比率は、中高一貫校の仙台二課を除き低いままである。そのため、 教学構えと比べこれら6校に進学している。男子生徒は激減し、女子生徒は貯蔵した。1校と2校の運動部の定期戦。1900年に始まる、公式野球部の定期戦は、東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地である、楽天生命パーク宮城で毎年春に盛大に、開催され、森の都の総計戦と称される。 他にも様々な運動部の定期戦が存在する。2006年まで行われていた救助志向3校運動部の定期戦。現在は行われていない。1校、2校、3校が参加しているソフトテニスの定期戦。現時点ではナンバースクール間の定期戦において3校が唯一参加している定期戦。3校はこの他の競技にも参加しようと1校。 2校に働きかけているが、実現の見通しは、立っていない。宮城県下の救助志向の風習。部活に入った新一年生は、上級生に、部活内部で使用するあだ名を命名される。驚学化した宮市の男子にも部名が命名されており、今なお存続している。1校、2校、宮市は、驚学化以前から、副総自由である。一方、 二河驚愕改善、異語とも制服が定められている。ありがとうございます。